デイビッド・ブラウンはアメリカの映画及び劇場のプロデューサー、著作家。ピーター・ベンチリーのベストセラー小説に基づく映画、ジョーズを制作したことで最もよく知られている。デイビッド・ブラウンはニューヨークでエドワード・フィッシャー・ブラウンと最初の妻であるリリアンとの間に生まれた。ブラウンはスタンフォード大学とコロンビア大学ジャーナリズム大学院を卒業した。 ブラウンは、ジャーナリストとして、職業キャリアを開始し、サタデーイブニングポスト、ハーパーズ、コリアーズなどの雑誌に寄稿し、後に編集者になった。彼は、コスモポリタンの編集長を妻のヘレン・ガーリー・ブラウンが、雑誌に加わるまで務めた。1951年、プロデューサーのダリル・エフ・ザ・ナックは、彼のスタジオである20世紀フォックスのストーリー部門のトップとして、 ブラウンを雇った。ブラウンは後に、クリエイティブオペレーション部門のエグゼクティブバイスプレジデントに昇進した。1971年に彼は、ダリルの息子であるリチャード・ディ・ザナックと共に、フォックスを離れワーナー・ブラザースに移ったが、翌年に、彼ら独自の制作会社を設立を試みた。ポール・ニューマンとロバート・レッド・フォードが主演した映画、スティングは、ザナック。 ブラウンの共同作品であった。1974年、彼らは、ユニバーサル・ピクチャーズと共に、スティーブン・スピルバーグの映画監督デビュー作である、俗激突、カージャックをプロデュースした。その後、このコンビは、シドニール・ルメット監督で、ポール・ニューマン主演の法廷ドラマ、氷結や、ロン・ハワード監督の SF 映画、コクーン ブルース・ベレス・フォード監督、ジェシカ・タンディとモーガン・フリーマン主演のコメディドラマ、ドライビング・ミス・デイジーを含む12本以上の映画のプロデューサー、またはエグゼクティブプロデューサーとして参加した。ドライビング・ミス・デイジーは最優秀作品賞を含む4つのアカデミー賞を受賞した。ブラウン単独では、ドラマ、アンジェラのハイアロマンス映画、ショコラなどの映画を制作し続けた。 ブラウンとザナックは、スピルバーグ監督の、ジョーズなどの映画制作の功績により、1990年に、映画芸術科学アカデミーから、アービング・ジー・タルバーグ賞を受賞した。ブラウン氏は、成功の歓喜香り、ミュージカル、ペテン氏と詐欺師、オフブロードウェイのジェリー・ハーマン氏のミュージカルレビュー、ショーチューンなど、様々なブロードウェイミュージカルをプロデュースしました。彼は、 劇作家、アーロン・ソーキン・シンが書いたドラマ劇、アフュー・グッドメンの映画と舞台の権利を購入しました。この舞台劇は1989年11月に始まり、500回の公演が行われました。同名の映画は、トム・クルーズとジャック・ニコルソンが主演しています。1959年から51年間、彼が亡くなるまで、ブラウン氏は、 コスモポリタン氏の編集者を32年間務め、セックスとシングルガールの著者である、ヘレン・ガーリー・ブラウンの夫でした。ブラウニ氏には、死別した、最初の妻との間にブルース、そして、イフボのエドワード・フィッシャー・ブラウン・ジュニアの二人の息子が、いました。彼は、彼の礼儀正しさ、上質なワードローブ、独特の口ひげ、そして作家を擁護することで等しく知られていました。 彼は、出版社やエージェントと強いつながりを持っていました。要出典ブラウン氏は、ブラウンズガイドツーザ、グッドライフ、ティアーズ、フィアーズアンドボーダムを書き、人生についてのアドバイスを提供しています。彼はまた、逸話的な辞典である、レッドメインエンターテインユーを書いています。2010年2月1日、人不全のために成去93歳没。 ハーストコーポレーションデビッド・ブラウンアクレームド・ムービー・プロデューサーオブ・ポピュラー・クラシックスインクルーディング・ザ・スティングジョーズドライビング・ミス・デイジーオーサージャーナリストデッド・アット93 PR ニュースワイヤーアソシエーション LLC http:////wwww.prnewswire.com ニュースリリーシズデビッド・ブラウンアクレームド・ムービー プロデューサーオブポピュラークラシックス、インクルーディングザスティング・ジョーズドライビング・ミス・デイジー・オーサージャーナリストデッド・アット -93 から 83303022HTML2021 年2月2日閲覧。ブラウン、エドワード・フィッシャー。ジェイ・アダン、デジタル・エディション。2021年2月2日閲覧。ブルース・ウェーバー、デビッド・ブラウン。 フィルムステージプロデューサー ,ds.93 a t The New York Times Company,https://www.nytimes.com/.2010/.02/.02/.art/.02brown.html2021 年2月2日閲覧。デビッド・ブラウン、フィルムステージプロデューサー。 ピ s アット93ニューヨークタイムス2010年2月1日閲覧。ありがとうございます。